宇都宮競馬場は、栃木県宇都宮市西川殿二丁目にあった地方競馬の競馬場。廃止時点では、栃木県の主催による競馬が開催されていた。2001年度まで、宇都宮市が主催者となる競馬も実施されていた。北関東菊花賞を制し、最初で最後の北関東三冠馬となった、藤江住里尾根は、宇都宮所属だった。 ベラミロードなど全国レベルのレースでの活躍場も出していたが1953年をピークに売り上げは減少していき1993年以降は赤字経営が続いて売り上げ工転の兆しも見られずまた北関東ブロックを構成していた足利競馬場と高崎競馬場が経営難、自治体財政などの問題から相次いで廃止となると競馬場は元より 宇都宮と足利の旧車を抱えた市場単独での工業は極めて困難となっていった。さらに、競馬事業関係の基金の不定という悪条件までもが重なったため、宇都宮競馬場も廃止のやむなきに至り、2005年3月14日の平成16年度栃木大商店が最後のレースとなった。2005年12月まで南関東公営競馬の場外発売が行われ、 2006年3月末をもって平常、廃止となった。最後の騎手会長は、小野光を。宇都宮競馬場に所属していた246名の調教師、騎手、厩務員は一部を除いて廃業し、所属していた馬350頭も廃馬の運命をたどった。これにより北関東の地方競馬は、約80年続いた歴史に幕が下ろされることになり、栃木県内からは、 馬券発売の明かりも消えた。場外勝馬投票券発売所がなく、長らく、宇都宮と足利の二馬間での馬刊場外のみが、行われていたという事情もあるが、平成期の競馬場廃止により関連施設も含めて、都道府県単位で、競馬場の廃場と同時に、馬券発売が全廃になったのは全国を見渡しても、栃木県のみである。なお、1 9九十年代、 栃木県は、美部町内に、県営馬事公園を含む、新競馬場計画を立ち上げ、土地買収と、旧車地区の先行整備を開始したものの、1990年代末になると、景気低迷と、競馬開催の急激な不振から一気に、競馬の存続自体の雲行きが怪しくなり、ほどなく、計画は、休止状態となり、県営馬事公園の計画自体も、含めて、 最終的に頓挫した。旧社の跡地や周辺に点在した、競馬場来場者向けの民間駐車場の一部は、関東自動車の折り返し場やアパート用地、宗教施設等へと転用されている。競馬場の跡地については、2022年開催予定の第77回国民体育大会に向けた、総合スポーツゾーン整備の一環として、陸上競技場研究技場、 関石スタジアムと、地銀が建設された。スタジアム建設後も競馬場特有の楕円形の、敷地ははっきりと確認できるほか、県道2号線の、競馬場南入口交差点、そこから東に分岐し競馬場跡地前に至る、競馬場通り、競馬場跡地前に設置された関東自動車の、競馬場通り停留所など、現在でも随所にその名残を見ることができる。発売。 発売なし AB 大泉書店編、地方競馬巡り大泉書店、2004年、ISBN4 から278045573、宇都宮競馬が56年の歴史に、幕地方競馬全国協会大混乱の中で廃止された中津競馬場では、市内のショッピングセンターの中にあった、ドリーム中津が、佐賀競馬場の場外として存続している。ありがとうございます。